昨日までの雪の影響で、高齢化が進んでいる大崎市鳴子温泉の住民らからは、地域での共助にも限界が近づいているとの声が聞かれました。大崎市の社会福祉協議会では、対策を検討していますが、新型コロナウイルスの影響で、広くボランティアを募るわけにもいかず、対応に頭を悩まませています。こちらは、大崎市鳴子温泉の中山平地区です。 屋根の上には50センチほどの雪が積もったままで、道路脇には1メートル以上の高さに積まれた雪が残されています。今日も朝から雪が降ったりやんだりしていて、住宅の前では雪かきをする住民の姿が見られました。地域では若い方なんですけども、まあ大変な重労働なんですね。そしてこちらは大崎市の鬼神戸地区です。 地域住民で作る組織が高齢者しかいない家の雪かきを手伝うなどして対応してきましたが。連日の雪でそれも難しくなりつつあるということです。12月半ばから積雪量が多いというふうになってくると。やはりこうもしかしたら大変なことになるかもしれないというのを覚悟していかなければならないというふうに思っています。大崎市社会福祉協議会の鳴子支所には。 高齢化が進んでいる地区から。ケアマネージャーなどを通して。玄関先の雪かきをしてほしいなどという要望が。数件寄せられているということです。どうしても除雪。が必要だってところで。うちの本の職員が出て。雪かきしたっていうところだったり。鬼神戸地区では。例年であれば。雪かきや雪下ろしのボランティアを広く募って対応してきましたが。今年は。新型コロナウイルスの影響で。 それは難しい状況です。できる限りこう地域のキーとなる方につないで、えっ、ー、と地域内でこう雪かきできないかってところだったりとか、えー、で、対応させていただきたいと考えています。はい、鬼神戸地区では、今後、地域住民に限定してボランティアを募り、今月三十一日に高齢者宅などを回って雪かきを行う予定です。